今、東寺院に来ております。立命館大学で、保育の実技試験を受け、意外と早くに終わったので、もう本当隣にある東寺院に、初めてやってきました。雨も上がって、あ、でも綺麗ですよね。あ、なんか花が見えてきましたよ。なんていうお花かしら。あ、白くて綺麗です。あ、すごいね、湿気は暑いんですけど、やっぱり。あ、綺麗、見て。青もみじです。これ、あ、なんていう名前だったかな。すごく綺麗。あ、ちょっとブラブラとお庭を散策しております。ほら、池も綺麗にありますよね。あ、遠くの方に。プチナシが香っています。すごい綺麗。うーん、いい香り。匂いもお届けしたい。さて、これ、えらいちょっと一周するには遠いかもしれないが、まあ行ってみよう。いい感じですよね。綺麗です。です、綺麗です。あ、もみじ、もみじ、もみじ。ちょうど雨が上がってよかったですよね。やっと試験頑張って、実はね、失敗しちゃったのよね。でも、まあ、間違ったけど、ピアノは止まらなかったし、言語の方も、なんか、合図の勘違いで、まあでも動揺せずに、なんとか、早めに終わるという、最後ニコニコさんをしてごまかしました。あれ、見えます？亀です。寄ってきます。ああ、小さな。小さな小さな口なし。うわ、密林。あ、ここは、これはいい苔なんでしょうか。昨日、足立美術館でやってましたが、なかなかね、苔がちょっと変わっちゃってるんですってね。ほんと、地球温暖化の影響はどこにでもあるみたいで。さて、あら、こんな素敵な橋がかかってます。ではでは、なんかね、建物があるので、ちょっとそこまでは行ってみようかなと思ってます。ほら、見て。青もみじ、青もみじ。青もみじ、青もみじ。あら、誰かの芙蓉池に風、なんとか。あ、誰かわかんない。誰かわかんないけど。誰かの像があります。後で調べましょう。パンフレットに載っているでしょう。さて、さて、さて、さて。あ、何か、あずま屋ではないですね。立派な建物が見えてきましたよ。竹垣がいい感じです。では、このあたりで、あー、でもこちらのお庭もいい感じ。では、ちょっとこの建物を覗かせていただいて、あー、お茶席ですね。どうしましょう。茶綱がね、もしよかったら、お茶を習おうという決心をしております。丸い石です。丸い石です。あー、素敵です。福さんも頑張ってやってみたいと思ってます。ほんまにできるんかいなと思ってます。けれども、あ、ね、いい感じ。では、おー、この辺りで終わりたいと思います。